5分で内見。今日は頓ろう駅徒歩圏内の低予算でご入居できる人気アパートシリーン57レジデンスを紹介いたします。こちらの物件は2021年築7階建て、頓ろう駅徒歩圏内にもかかわらず、スタジオルームでしたら2万5,000バーツほど、ワンベッドルームでしたら4万バーツほどでご入居できます。では早速中を見に行ってみましょう。スタジオ30平米を案内いたします。いかがでしょう。頓ろう駅近で2万バーツ台のお部屋を探されているお客様に、こちらのお部屋とっても人気です。とっても清潔感がありますね。ソファーにこうやって座ると、テレビの位置とキッチンへの位置、それからトイレへとすごくアクセスがしやすい位置にあるんですよね。こちらがバルコニーになります。洗濯機はこちらにございますね。今日は青空です。こちらがキッチンになります。スタジオタイプにしてはとても充実しているキッチンと言えますね。食器や調理器具もついております。こちらが食卓、こちらが下駄箱になります。こちらがベッドになりますね。お家賃に応じてメイドサービスが月に1回または週に1回つきます。鏡台は作業机としても使えそうですね。こちら収納です。そしてバスルームですね。次にワンベッドルームを見てみましょう。こちらがワンベッドルーム45平米になります。どうぞ。いかがでしょう。広々とした間取りですね。いいですね。バルコニーも大きくなりました。キッチンは先ほどのスタジオと同じですね。こちらが下駄箱、ダイニングテーブルが4人掛けになりました。それとこちらがバスルームとなります。それとこちらがベッドルームですね。こちらが先ほどのバスルームにつながっております。以上です。では次にファシリティも見てみましょう。2階に降りてまいりました。こちらがフィットネスです。この3台だけで他ダンベル等や器具はございません。こちらがプールになります。結構大きいプールですね。ルーフがあるのもいいですね。1階にはこのようにカフェがございます。アイスコーヒーが60バーツから売られています。安くていいですね。このようにアパートのレセプションはこのカフェ内にございます。ではソイの入り口まで歩いてみたいと思います。すぐ近くにこのように居酒屋がたくさんあるんですね。ちなみにこちらには毎朝市場が出ていて、生鮮野菜が購入できます。こちらにはマリオットホテルがありますね。こちらがスクンビト通りになります。こちらにセブンイレブンもあります。向こうに行くとトンロー駅になります。非常に便利なローテーションですね。